皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございますの方はおはようございます。中村です。旅先から個性心理学、京都は第3弾に来ました。はい、ここはですね、京都府京都市東山区の清水寺でございます。まあ皆さん分かってますよね、これね。はい、もう世界的に有名です。はい、もう清水の舞台ですね。もう清水の舞台から飛び降りとは言いますが、同じ京都府の中で第3弾目の映像、これは果たして皆さんに受けてくれるのか、私も清水の舞台から飛び降りるつもりでやってみたいと思います。それではこちらから、本日は虎のいいところ参戦、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。それでは参りましょう。まずは一つ目、まずはですね、エネルギー値の高さ。もう虎さんと言ったら僕の中ではこれですね。もうね、本当に虎さんっていうのはですね、もうエネルギー値がものすごく高いんですよ。もう本当に仕事だけとか家の家事だけとか、もうそんなんじゃ物足りないんですよ。もう両方やって、追加でこれも追加でそれもっていうぐらいできるぐらい、虎さんっていうのはね、もう本当にエネルギー値に溢れています。はい、これはすごい長所だと思います。そして2つ目、博愛主義ですね。あのね、白思考の中でなんかこう博愛主義、みんなを愛するって、これなんか人思考的な感覚っていうんですかね、この感覚ね、コアラさんとはちょっと違うんですよ。もうこれは虎さんならではの、本当にこうみんなを愛する博愛主義っていうのはね、これは大きなね、特徴、個性だと思いますね。で、そしてもちろん長所だと思います。では最後3つ目、最後までやり抜く姿勢。もう虎さんっていうのはですね、もうこのね、エネルギー値の高さ、そしてそこから来るですね、そして虎さんは非常に慎重っていうのはいつも喋ってますけど、そこから来るですね、もう決めたってなった時にやるんですよ。そして最後までやり抜くんですよ。これね、最後までやり抜くっていうのは実はできそうでできない。これも虎さんっていうのは動き出すまで確かにゆっくり、しかしこの動き始めてから最後まで必ずたどり着くっていう、ここにはね、絶対的なね、安心感、そして期待感があるなっていうふうに僕は思います。これは非常に非常に大きな長所だと思います。はい、こんな感じで虎さんのいいところ3選話してまいりました。いかがだったでしょうか。まずは1つ目、エネルギー値の高さ、そして2つ目、博愛主義、そして最後3つ目、最後までやり抜く姿勢。はい、こんな感じで京都は第3弾まで収録しておきました。皆さんいかがだったでしょうか。本日はね、こちら京都府京都市東山区清水寺の前からお送りいたしました。はい、それでは次の旅先でぜひお会いしましょう。楽しみにしていてください。それではまた。